皆さんこんにちは。今日は皆様にご報告があります。この度新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で18週目に入りました。安定期に入ったのでご報告させていただきます。はい、ということで現在妊娠をしております。最近ね、投稿頻度が少なかったりとか、ちょっと痩せていたのも妊娠が関係しています。ものすごく最近痩せましたかっていう風に体調を心配していただくコメントがすごく多くて、お答えできなかったのが申し訳なかったんですけど、座りでかなり痩せました。座りがひどかったわけではないんですけど、結構長い期間座りがあったりとかして、なかなか食べれなかったので痩せていったっていう感じですね。食べ座りだったんですけど、量が食べれなくて、食べれないものの方が分かりやすくて、食べたいものがなくて食べれるものが分からなかったんですよね。これだったら気持ち悪くなくスッと食べれるなっていうものが結構ね、素材を楽しむかジャンキーなものしか食べれなくって、でお肉も食べれなかったので食選びは大変だったなっていう感じです。で、一応あまり体に負担がないように編集とかも余裕を持ってやっていたので、ちょっと投稿頻度が少なくなっていました。で、今はつわりは終わったんですけど、つわりが終わりかけてる時から胃痛がすごくあって、食べ終わった後が胃が痛くて辛い時期があって、今もまだちょっと残ってるんですけど、なのでそれでもね、たくさんは食べれなかったりとか、消化のいいものを選んだりしていたので、まだちょっとそんなには元の食生活には戻せてないんですけど、それ以外はね、体調は安定しています。で、胃痛がひどかったので、いつ終わったかわからないんですけど、つわりは今終わっています。多分座り中に食べれなかったお肉とか、カレーとかキムチ のスパイス系もなんかもうここら辺からダメになっちゃって食べれなかったんですけど、そういうのもちょっとずつ今は食べれるようになっているので、座りは終わってるかなと思います。なので今は安定した生活を送れています。で、出産予定は、秋頃11月を予定しています。で、まだ性別は分かっていません。早ければ次の検診で分かるかなっていう感じです。で、これからはもう少しね、投稿頻度を増やしていきたいなと思うんですけど、体に負担がかからない程度に頑張っていきたいと思います。ちょっと前回の動画とかでもかなり長く空いてしまったので、それよりは短くしたいなって思います。比較的インスタグラムにはいるので、そちらも遊びに来ていただけると嬉しいです。で、ちなみに今お腹の状態はこんな感じになっています。ちょっと分かりづらいかな。最近ね、お腹がやっと目立ち始めてきました。なのでちょっと最近はマタニティウェアとかも見たり買ったりしています。で、もともとね、こういう感じでちょっとダボっとするものが好きなので、あんまりこうトップスは変えたりとかはしてないんですけど、やっぱりお腹がきつくなったりとかするので、ボトムス系とかワンピースとかを買ってますね。はい、ということで今回は妊娠のご報告動画でした。で、これからの動画に関してはあまり今までと変わらずにやっていこうと思っています。で、体調を心配してくださる方がすごく多かったんですけど、痩せたけど元気なので心配しないでください。これからどんどん戻っていくと思います。ご心配ありがとうございました。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。